ほぼ乾いたよね。桜練り通り、あ、阿部川、なんか正面に見えるの山だな。いや、怪しいと思ったんだよな。目の前に山あるから。案の定ですよ。ああ、進まない。おヘビ、青大将だ。諏訪原城跡行きたいけど、そんな余裕もない。あー、やっぱり来た。ようやくあの忌まわしき山を、登り終えて、そして下り終えました。掛川市っていうのがこの先にあるので、こっちに向かって、進んでいきたいと思います。今、袋井市っていうところまで来ました。時刻は2時を回ったんですけど、もうね、暑くて限界。なんか山側に結構な分厚い雲が、雨雲だと思うんですけど、雨雲が見えるんですよ。あれが来ればだいぶ違うと思うんですけど、
これ、天竜川橋です。これを越えればもうちょっとで浜松町です。本当にね、工具、気力がもうほとんどないです。あ、9キロ、浜松市が9キロ、あと50キロ切ってんだ。よし、マジでお股が限界で痛い。やっぱり自転車用のパンツ、あのパッドの入ったやつじゃないと厳しいんですよ。気づいたら寝てたんですけども、3時間ぐらい寝てたな。そのぐらい本当に疲れた。でも今日の総移動距離が、さっき Google のマップで調べたら160キロ、およそ160キロ。自転車でこんなに長い距離走ったのは初めてだし、一言で言うときつい。やっぱね、あの20インチのチャリはマジできつい。で、こいでももうスピードも出ないし、特にね、坂道がつらい。あれ、後ろ今日数えたら8段変速ってやつで、前がないんですよ。で、坂もね、あの軽くならないんですよ、あんまり。あのペダルが、まあ、ある程度のまで軽くなるんですけど、それも限界があって、それがまた重い。で、まあ明日ついに、あの、まあ、おそらくっていうか間違いなく最終日になると思うんですけど、3日目、初日は100キロぐらいで、2日目は160キロで、残り90キロ、まあ、最終日が一番短い距離になるんですけどもね、まだ3日目の疲労っていうのが相当残ってると思うんで、不安で不安でいっぱいですね。まあでも、もう帰るしかないので、それで自転車で頑張ります。それではまた明日。次回予告。皆さんおはようございます。ご来光でございますよ、ご来光で。